はい、動画をご覧の皆さん、こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年4月の21日木曜日、現在時刻が19時00分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価3日続伸いたしました。日本株は3日続伸、企業業績を期待した買いが入りまして、電気など成長銘柄が高くなりました。本日の東京株式市場、日経平均株価ですが、今日は335円高でした。大きく上昇いたしました。 1.23% の上げです。終わり値は 27,553 円で取引を終えました。トピックスも続伸です。 12.85 ポイント上がりました。 0.67% の上昇です。21日の東京株式市場、日経平均株価は3日続伸となりました。今月の4日以来、2週間ぶりの高値の水準となっております。アメリカの長期金利が上昇に一服が出たことに加えまして、アメリカの先物指数、こちらが日本時間の取引で堅調に推移したことを受けまして、投資家心理が改善し、値傘のハイテク株などに買いが集まりました。日経平均ですけれども、今日は一時上げ幅が360円を超える場面もありました。アメリカの先物市場、ナスダック総合指数、こちらが先物が上昇していることもありまして、東京市場では精密機器、電気機器、機械など買いが入りました。東証プライムですけれども、本日は値上がり銘柄数は1242と、全体の7割が値上がりいたしました。値下がりは528銘柄、変わらずは69銘柄でした。日経平均株価ですね、3日続伸と堅調に推移しました。この上昇の要因の一つとなりましたアメリカの長期金利、こちらの下落ですけれども、現在ですね、19時02分現在ですが 2.877% とですね、一時 2.96% まであって 3% を狙う勢いだったんですが、そこからですね、昨夜少し下落したところもありました。まあ、ただですね、相変わらず長期金利高い水準であることには間違いないということもありますのでね、10年債国債利回り、こちらもね、こちらの動きは非常に要注意だと思います。それではですね、今度は為替の方、最近の、ね、値動きが激しい為替の方を見ていきたいと思いますが、今日はですね、円がですね、対ユーロでも140円台に、ね、下落いたしました。これが2015年の、ね、6月以来というね、ユーロ高となっております。現在19時03分現在ですが、為替ですが、1ドルですね、ドルは128円と102円です。ユーロ円は現在ですね、139円と891円ということでね、今140円割ったんですが、今日は140円を値付ける場面もありました。まずドル円の方なんですけども、今日もですね、ドル激しい動きしましたね。昨日20日の取引でですね、ドルが129円9円台までね、上昇する場面がね、ここ1日2日ぐらいであったんですけども、今日はですね、127円のね、中半ばぐらいまでね、落ちました。そして128円の50銭ぐらいまで上げたということで、今日1日だけでもですね、ドル円は1円ぐらいのね、大きな動きとなりました。まあ、円ですけれども、ドルだけではなくですね、ユーロ、ポンド、フランス円、豪ドル円とね、主要通貨の円に対してですね、安くなっているという状況でございます。そしてこのユーロ円なんですけれども、こちらに関しましてはですね、これが140円台をつけたのがですね、2015年の6月以来ということで、6年10ヶ月ぶりということです。これはヨーロッパの中央銀行がインフレ対応で金融引き締めを急ぐという見方が浮上しておりまして、大規模な金融緩和を続ける日銀との、ね、方向性の違いで、円売りユーロ買いも、もたらしているということですね。まあ、これはアメリカとも同様なんですけども、ヨーロッパの方でもですね、こちらの金融政策の違いですね、日本との違い、それによってですね、ますます円が売られ、ドルが買われ、ユーロが買われという状況が、ね、続いているかなという、ね、為替の現在の状況でございます。まあ、今日はですね、ドルも、一時ですね、129円、1日2日前はですね、129円、130円をすぐトライするんじゃないかという勢いだったんですが、今日はですね、若干ドル売られてですね、128円の、前半ぐらいまでね、落ちてきているというドル円に関してはそういう状況でございます。ユーロの方は相変わらず、ね、買われておりまして、140円は挟んだ動きとなっております。それではですね、今度は昨夜のアメリカ株式市場を見ていきたいと思いますが、
昨日はですね、ニューヨークダウは249ドル高でした。こちらはですね、ニューヨークダウは強かったですね。 0.71% 上昇いたしました。一方ハイテク株率の高いナスダック総合指数ですが、こちら166ポイント下がりました。 1.22% 下落ということですね。ハイテク株関連の銘柄がね、昨日はさっきは売られたという状況でございます。ヒートマップで見ていきますと、個別銘柄ですけれども、まあ、ご覧のようにですね、上の方がハイテク関連銘柄なんですが、こちらが赤くなってね、売れてる銘柄が多いというところですね。一方ですね、こちらの下の方の景気敏感株、エネルギー株であったりですね、金融株、このあたり、金融株のあたりはまあフラットな状況なんですけども、エネルギー関連銘柄がね、強かったかなというところですね。緑でね、買われてる状況でございます。個別銘柄で見ていきますと、マイクロソフトはね 0.37% とほぼフラットな価格で小幅に上昇いたしました。アップルは 0.10% 下落とね、ここもまあフラットな価格でしたね。半導体の NVIDIA に関しましては 3.23% と売り込まれました。で、Google も 1.75% 下落いたしましたね。で、下落大きかったのは Facebook ですね。メタ、 Facebook は 7.77% とね、大きく売られましたね。で、Amazon も 2.60% 下落という状況でございました。そんな中ですね、目を見張ってこう大きな下落を抜けたのが動画配信のネットフリックスですね。ネットフリックス実に 35.12% と、ね、大暴落ですね。この 35% という仮想通貨のアルトコインのね、草コインのような動きで、ね、この動画配信のネットフリックスが大暴落したんですけども、日本の場合出すとですね、このストップ高ストップ安というのがあるので、こんな1日で 35% という暴落はなかなかないんですけれども、値幅制限がありますので、アメリカの場合はですね、値幅制限がありませんので、売り込まれるととことん売り込まれるという感じになってしまうんですけども、ネットフリックですね、大きく売り込まれてしまいました。ネットフリックス株ですけれどもね、急落で、まあ、これはね、会員が減少しているということですね。その会員減少のショックと広告化が投資家を直撃しているということですね。ネットフリックスですけれども、終値、ね、で、まあ、実に 35% 安と、これ2004年の、ね、以来の大幅下落となりました。で、時価総額にしますと実に 6.9 兆円がね、一晩で吹っ飛んだという計算になります。動画配信サービスのネットフリックスですけれども、20日のアメリカ株式市場で 35% 安と、2004年以来の大幅下落で取引を終了いたしました。で、これが1日の時価総額で540億ドル、日本円にしますと6兆9000億円が吹き飛んでしまいました。この原因としましては、会員数が減少に転じた衝撃と、長年拒否してきた広告付きプランを導入計画が嫌気されたということでね、まあ、これによってですね、まあ、投資家に罰せられた格好でですね、大幅な下落となってしまいました。動画配信サービスのネットフリックスですね。まあ、同じようにですね、この動画配信サービスですけれども、まあ、関連的な銘柄で、ね、売られてしまうという動きが、ね、出ておりますね。ちょっとここのところの、まあ、会員の伸びですね、一時期の2年前からの、ね、このコロナ禍の巣ごもりから比べるとですね、やっぱり外に出ていく人も、ね、増えているというところであって、この動画ネットフリックス会員が減少しているということでございます。そしてですね、もう一つこちらですね、テスラ自動車ですね、テスラモーターズ、昨日はですね、株価 4.96% と大きく下落したんですけれども、引け後にですね、日本時間の早朝になりますけど、決算が発表されました。で、ここでテスラですけれども、テスラ1月から3月期の決算がですね、過去最高益を、ね、記録いたしました。で、2022年の生産台数は大幅増加へというね、こういうふうな決算発表を発表いたしました。テスラですけれども、こちらですね、株価はですね 4.96% 安で、引けたんですけれども、引け後にですね、時間外取引で急上昇しております。テスラのこちらの決算発表ですけれども、テスラが電気自動車の、ね、EV メーカーでありますテスラがですね、20日に発表した1月から3月期の第1四半期の、ね、決算では、利益と売上が市場予想を、ね、上回りました。力強い EV 需要が業績を支えております。で、イーロン・マスク最高経営責任者 CEO ですけどもね、イーロン・マスク CEO は、サプライチェーンの問題が続いても生産が年内に加速するとの見方を、ね、示しております。で、テスラは三大陸でですね、事業を、ね、現在拡大しておりまして、カリフォルニア州と上海の既存の工場に加え、テキサス州と
テキサスオースティンとドイツのベルリンでも新工場を開設しており、これからですね年間成長率は実に 50% の目標の、ね、達成に、貢献する見通しということを、ね、発表いたしました。いやこのテスラのこの成長性ですね、凄まじいものがありますね。やはりこの今 EV メーカーというのがですね、まあ、今の、まあ、トレンド的なものではあるんですけども、まあ、その中のね、EV メーカーの先頭走ってるテスラですけどもね、イーロン・マスク氏が率いるテスラ、さらにですね、成長が見込めるということでですね、株価の方ですけれども、昨日の、ね段階では売られたんですけれども、今朝の、ね、時間外で大幅上昇しているということですね、そういうふうなマーケットの状況でございます。それではですね今度は仮想通貨のを見ていきたいと思いますが、19時11分現在ですがビットコインの価格現在 41,837 ドルですね、 41,000 ドル台、イーサリアムは3093ドルという価格帯ですね。これは日本円で円建てで見ていきますとビットコインの現在の価格535万6000円ですね、昨日と比べると 0.73% 上昇となっています。一方イーサリアムですがこちらは39万5000円と昨日と比べると 0.41% の下落となっておりますね。ビットコインですけども、まあ、4万2000ドルを、ね、今日回復したんですけども、まあ、それを維持できなかったということですね。ビットコインですけどもね、本日4万2199ドルまで、ね、上昇する場面があったんですが、その水準を、ねまあ、保つことはできませんでした。ビットコインですけども1週間、ね、ほぼ横ばいで推移しているということですね、まあ、ちょっとですね動きがなく上値が重たい展開になっているんですけども、まあ、ご覧のように仮想通貨市場ですがビットコインは上昇、ね、0.87% 上昇、上昇でプラスになっておりますが、まあ、イーサリアムね 0.15% 下落で、赤色ピンク色といいますかねそういう色になっておりますけれども、まあヒートマップ全体で見ていきますと今日はね売られてる銘柄がね多いかなというところありますね。ソラーナ 1.49% 下落しておりますし、リップルもね 2.07% 下落、ルナも小幅に下落しておりますね。ポルカドットは少し上昇してるかなというところですね、そうですね、まあ、相対的に今日は売られてる銘柄が多いかなという中でビットコインもですね今日まあ4万2000ドルを突破したんですけどまた今少し売られて、まあ、4万1000ドル台ということで上値の重い展開が、ね、続いているかなというところでございます。これが現在の、ね、仮想通貨市場ですけども、今ビットコインこの4万2000ドルというのがまた非常にこうチャート的にも大事な水準となっておりましてですね、またここを突破できればですね上値の余地が広がるというところでますね、今まあ大事なねチャート的には大事な水準にあるかなというところでございます。はい、今日はですねそういうところではありますが、現在の、アメリカの先物を今度は見ていきましょう。アメリカの先物の価格ですが19時13分現在 CME のダウ先物104ドル高になっておりますね、 0.30% 上昇で、 CME のナスダック100先物134ポイント高 0.96% 上昇となっておりますので、今日は、ねまあ、テスラの決算がすごく良かったというところもありますので、こちらナスダックですね株価上昇しやすい傾向にあるかなと思いますね。あと昨日大きく売られていましたネットフリックスですけれどもね、この下落したところからの買い戻しもあるかなという期待感もありますので、今夜の株式市場ですね、アメリカの株式市場が、ね、どういう動きになるかというところですね。でこれから明日週末まで向かっていきますのでね、日経平均株価の動き3日続伸となっておりますので、ね、今後の動きなどもね注視してい、ね、きたいと思います。はい、それではですね、まあ、そういうところで、本日は2022年の4月の21日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。